ないないない、暗い暗い暗い。暗くてわかんない。ふぅ、いせい、へへへい。おじちゃん、すぐ死んじゃったな。あ、こう、別におじちゃんの死体じゃないのか。死体か。うわぁ、なんか人がいっぱい死んでます。その持ち上げ方はダメでしょ。よう似てんな、みんな顔。そうだろ。ねえ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 。この村で何が起きてるんだ。惨劇が起きてますね。おお、ちょっと待って。クリス・エヴァンスみたいな顔の人が。キャプテンアメリカの役やってた人。ないいた、またそうやってすぐ噛まれて、いった、もう指なくなったんやけど。いいさあの化け物は。また治るんやろ、でもどうせ。いいさんもなんか痛みに強なってるもんな。手打て。おお、そんなんできんの。おお、いや結構むずいし。あー、なんやカンフーって。よっしゃ、この野郎。おらおら、うっけー、取る。ふん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 、それクリス直伝のカンフー食らえや。よし、なんなんだ一体。手がもうなくなった。小指と中指がなくなった。薬指か。小指と薬指と、その他もうちょっとがなくなっちゃったよ。お？チェーンカッター。出ましたよ。やはりバイオにはあるようだな、チェーンカッターが。あれ？ここには入らんねや、チェーンカッター。レミって書いてあるな、レミ。小型のセミオートハンドガン。ハンドガンも何種類かあるんかな、今作。ダメージは？ああ、でもまだ緑なんや。やるね、E さん。にしてもやっぱちょっと画面見づらいな。薬液。OK、ちょっとだけ明るくなったかな。まあ、若干画面白みがかっちゃったかもしれないんですけど、さっきよりは見やすくなってると思われます。あ、ハーブ。回復薬合成。あ、出ましたね。これはバイオ7と一緒か。そうやな。あれでもあったもんね。体験版でも。よし、作りました。回復薬。いやあ、死体消えてますね。すって消えてんな。いや、ちょっと待って。サバイバリスト。ありがとうございます。その称号欲しかったんですよね。こっちか。チェーンカッター使う場所は。はい。あ、なんか家族写真とかあったぞ。ちょっと見たい見たい。肌身離さず持ってんねんな。いいやつやな。ちょっと見たいな。家族写真。ミアとローズが写ってる。自分は写ってないんかい。裏目汚っ。ああ、この騒動に巻き込まれたせいで汚れたっていう設定かな。結局これ、ああ、また出てくるな、多分。こっちはいけないのかな？ん？何の音だ？ラジオみたいな音が聞こえるけど。まあ、入りますか。邪魔します。ん？反応がない。はい。あ、ハンドガンの弾。いいな。なんだ？おい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 、なんか汁が垂れてきたぞ。入り口を塞ぐことができる。やってみたかったんだよね。あ。よし。籠城戦や。やっぱバイオ4や。すごくバイオ4に近い。上にいるんじゃないの、これ。わっ！登れ、上に。よし。え？薬液。はぁーイエー。さあ、どっから来るんだ？天井か？さあ、来いよ。うわ。え、死体か。
どっから来るんやろ。あーでもなんかめっちゃ囲まれてんなこれ。うわあ、ちょっと待って。いやーすげえいる。上からは入ってこへんねん、あいつらアホやな。上から入ってきたらいいのに、バーカなやつらだぜ。あ、こっちから出るとかそういうパターン。お、ま、ふざけんなよ、ふざけんじゃねえぞ。こっちだってな、バイオセブンいろいろ頑張ってんだよ、こっちだって痛いよ。言い難いしてんなお前。よし、おら、うわっ、あー痛い、回復しないと。よし、相変わらずぶっかけ。お金拾った。あ、一体倒したら去ってった。え、終わりか。怖ー。やっぱ怖いわ普通に。怖いってか、なんていうのかな、むずいして手を見せるな。ん、お、畑のそばの私の屋敷。あー、これ体験版のところや絶対。外では出てこへんな、あいつら。あ、いる、どうぜ。はっはっ、何？いっぱい来た！ちょっと待って。これ壊したい。ハンドガン弾。ちょっと待って。一回逃げよう。あ、ショットガン！よし。ナイス！倒そう。よいしょー。よいしょー、よいしょー。あ、あんま戦わん方がいいかな、ここ。スクラップへ。お、もう弾なくなっちゃいそうやもんな。おい、頭なくなった。あ、こういう表現とかもおそらく、やっぱ日本語版は規制されてるんやろうね。何体いるこれ。結構いっぱいいる？ちょっと待って、戦ったけど。ガンパウダー。ちょっと待ってね。組み合わせで。あ、ガンパウダー2とスクラップ A2。あー、2つずついるんや。あー、じゃあちょっと待って。1回ここ塞いで。あー、もう倒す必要なかったな。お金ゲットできたくらいか。ハーブ。よし、逃げよう逃げよう。ここはもうとっとと逃げよう。ハンドガンの弾。ガンパウダー。穀物袋。あー、衝撃を与えたら、煙幕みたいになるんか。スクラップへ。あ、弾作れるこれで。よし、弾作って。リロード。下で待ち伏せされてない？あ、違うか。スクラップへ。うわ、なんか飛んできてるんやけど。え？矢みたいなんだ。うわー、来てる来てる。ちょっと待って、ちょ、あー、ショットガン溜まった。欲しい欲しい。一回塞いで、ショットガンの弾リロードします。中入らせてもいけるな、ワンチャン。これなんか爆発する樽みたいなあるし、でも割と持つな、このバリケード自体が。やばい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 、むっちゃ来るやん。結構な攻められ具合よ。めっちゃいるな。おい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 、マジか。え、これどうしたらいい？うわ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 。ちょっと待って、ちょっと待って。これどこ行けばいいんや？ちょっと待って！バイオ5、5の処刑マジに的な奴がいる。え、どこ行けばいいのこれ。こっちか。この坂の上か。マジやめて！痛い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 。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。来い。やったるから。お前らぶっ倒したやから覚悟しろよ。全然入ってこへんやん、こいつら。来たー、よーし。痛え。はしご中もダメージ食らうんや。
そこはバイオ4とは違うんやね。いや、屋根の上登ったけど、屋根の上登って行けるところって他どっかあるんか？マジか。ちょ、待って。痛い。あら。よし。まず上登ってくるはないな。よし、お金。お金ゲットして。待ってな。今どこに向かえばいいの？東側集落。そっちの川向こうか。そっちの川向こう向かってみるか。わー、近いってば。おーまち、ギンギー。下げんなよ。回復しろ、するよ。よし、一回降りる。ここ？あー、うん？あ、これ初めて出てきたところやん。ちょっと待って、近いってば。敵多いってば、ちょっと待って、行けるとこない、行けるとこない、行けるとこないよーだ。いてー。押し返すってない。あ、さっきのなんか。うわーぐっ。いてて。あれ、これイベントか。やばいやばい、もうまともに実況できてないもん。うわ、怖っ。馬とか乗るんかよこいつ。絶対絶命にも程がある。怖っ。何こいつ。うわ、完全に狼男やな。まあ、周りのやつもテンション上がってるわ。え、なになに。気まぐれで生かされた。あ、そんなん刺さってたんや。いや、もう相変わらずEさんボロボロやな。Eさんらしいわ。いや、これ手当てせえへんと、指輪取れてないだけよかったな、ほんまに。結婚指輪かな。あ、あ、そう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 、もう3本しか指ない。え、おい、待て、ばあさん、ちょっと待ってくれ、ばあさん。そして結婚結構やな。結構、回復作っときますわ。地獄の村へ。来ちゃいましたね。完全に地獄ですよ、これ。ちょっと待ってな。まだ探索すべき部屋が若干残っているので。この建物かな？あ、ハーブ。敵やっぱ、ハーブとか落とすんや。あー、ショットガンを拾った家か、これ。あ、ハンドガンの弾や。確かにアイテム拾えてなかった。よし、これで全部アイテム拾ったっぽいね。よし、じゃあ戻りましょう。風車先。魚場、魚場？わー、なにこれ。鍵がかかっている。わー、なんかすごいシンボルやな。胎児っぽいシンボル。とりあえずババアが向かった方向に行かないと。どっちやったっけ？この先か。あー、でもなんか開けられる。この紋章は何なんやろう。何々の紋章がついているみたいな感じじゃないねんな。あ、これ体験版か。体験版のところか。死にも栄光を与えん。なあ、あんた。ここにいると危険だ。こいつもどう見ても危険そうやけどな。おい、聞こえてるのか。耳が遠いんか、ババア。あの子の父親だな。あの子って、まさかローズがここにいるのか。ローズ、そうともローズじゃ。あの子に危険が迫ってる。マザーミランダが村に招き入れて全ては闇に出した。何、あの化け物のことか。城の鐘が災いを告げておる。奴らが来るぞ。おい、待て、ローズは。
奴らが来るってもうさっきからいっぱい来てますけどね。はい、また奴らが来るのじゃ。金が鳴ったら奴らが来るってことか。めちゃめちゃ笑うやん。何がそんなおもろいね。あ、体験版のところやね、これ。村。まあ、あの体験版の時は30分しかプレイできなかったんで、ちょっとかなり駆け足でやってしまいましたけど、今回はじっくり探索していこうかな。薬液と、おう、ライカンよ。おとぎ話の悪魔の狼どもよ。我らを喰らいに来るがよい。血肉を喰らいに来るがよい。あいつらはライカンっていうのか。おー、なんか、いろいろ、いつの間にこんな日記を書いてるんや。2月9日未明、どこかの森。それはいつも通りの静かな夜のはずだった。だが俺たち家族の平穏は、クリス・レッドフィールドに破壊された。泣き叫ぶローズが連れ去られ、ミアは俺の目の前でクリスに殺された。俺も気絶させられ、目を覚ますと、雪深い森にいた。一体何がどうなってるんだ。2月9日明け方、村の広場。森を抜けた先の村では、獣人の群れが獣人を襲い、食らっていた。ローズはこの村にいる。襲撃後に出会ったローバーは俺にそう告げた。あの子を見つけなければならない。奴らの餌食になる前に。ああ、ファイルとかチュートリアルとか。なるほどね。うん、乱れた書き置き。なるほどな。こうやって見れるわけか。ほう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 。またこのファイルとかも全部、見るとか、そういうトロフィーありそうやな。単純な鍵。やっぱキーピックいるな。キーピックはどっかで拾えんのかな。消費アイテムかな。よし。次こっち。広場やね。マップを見る。はい。戦乙女の像。なるほど。こっちは？あれ体験版の時こっちあったっけ？向こう側から施錠されている。なるほど。まあ、いろいろ散らかってんなぁ。急いで逃げたような跡もあるんよな。で、この井戸か。何か道具が必要だ。うん。こっちは入れへんな。ドミトレスク城。うん。と、祭祀城。祭祀城が、あの先か。先行けんかったところ。ドミトレスク城ね。まあ、おそらく体験版2回目の城のところやんね。あ、で、これは壊すやつか。村を守る魔除けのヤギを捧げする。壊したりすればミランダ様の罰が下ろうぞ。関係ねえ。そんなの関係ねえ。はい、おっぱ。この先が城か。うん。この先に行きたいんよな。で、ここに悪魔の顔と、なんか戦乙女の、まあ、石板みたいなのをはめないといけないんですよね。森の砦共同墓地製材所。森の砦。あー、また、さっきの退治の。うん。あー、やっぱ何かしらのアイテムがいい。六欲の退治の紋章が飾られている。なるほどな。これでマップに、あ、記されてるね。さっきも退治の扉あったよな。どこやったっけ。まあいいや。先進みます。こっちやね。ここは、教会チックなところなんよ。ここに、巫女のクレスト。はい。あー、これか？これがマザーミランダやと思ってたんですけど、こいつはなんかドミトレスク夫人っていう名前みたいです。あ、これか、さっきの下手くそな絵って言ってたやつ。これが？あ、なんか気持ち悪い。あ、こいつトレーラーで見たぞ。なんか4人やっぱいるんやな。あの、おとぎ話の4人の獣 ?4 体の獣ってこいつらのことちゃうかなと僕は勝手に思ってるんですけど、どうなんでしょう。何ですかこれ。厄災から城を守るため、クレストを隠せ。一つは小教会に、一つは屋敷のルイザに託すこと。なるほど。小教会っていうのはここやね。今1個ゲットしたからな。あ、セーブポイントやー、タイプライターありますよ。じゃあ一旦ここで終わろうかな。はい。セーブします。セーブ早っ。こんな早く終わるんや。はい。ということで、一旦ここで切りたいと思います。まあ1時間くらい動画撮ってるんですけど、まあ2つくらいのパートに分けてるかな、と思います。はい。ではね、これからもバイオハザード8の実況よろしくお願いいたします。では皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。じゃあね。